もこんにちは、T1 スタイルズです。うい、妹のキノコっす。明けましておめでとうございます、山田です。今回乗っていく戦車は、イギリスのティア8プレミアムミディアムタンク、GSOR-1010、マーカ金戦車の英国装輪装甲車ってやつです。自分は持ち帰りの仕事しながらの観戦なんで、オブザーバーっすね。私はスコルピオン G に乗っております。マップはベルリン、西スタート。初動は南側に行きましょうかね。ファイトオフス。この車両、すでに動画に登場させている、通常ツリーの同格英国装輪車、サラディンと比べると、隠蔽率が大きく低下し、車体が巨大化してしまっている代わりに、単発火力が大きく向上し、より狙撃に特化されているというのが特徴ですね。サラディンの方が隠密向きで偵察もしやすいけど、こっちは遠距離攻撃が得意って感じです。でもマップベルリンですからね、あんまり遠距離狙撃チャンスがないのが残念なところ。中央溝に入るのも手だったんじゃないっすか。一応トップペアでマッチングしちゃってるからさ、狙撃っていうのは割り切って強気に前に詰めていきたいなって考えなんよね。なるほどっすね。対面には誰が来るかな。む、レオくんか。10センチ高積んでいられるとな、単発火力がきつい相手だな。まあ先制パンチ成功。拡散が小さくて射撃精度もいいのは良き点。サラディンほどではないけど、あぶね。サラディンしかり、英国装輪車は車体が軽くてペラペラだから、榴弾と硬い当たりもらうのは致命的だからね。注意しないと。ベンツ車試作のパンタークンか。あいつの噴火火力高いからな、注意しないと。この車両は装填が長いのが弱点だからね。体当たりに榴弾、装填時間ってのが弱点だし、タイヤだから旋回がとろいっていうのも相まって、やっぱり接近戦は苦手ですね。中央からか、困ったねー。てか山田さん、そこで狙撃すか。え、ダメでした。そこで狙撃だと、2位がやられた後とか、2位が交代した後じゃないと、現状仕事ないっすよ。やだ山田さん、私を見殺しにする気。うむむ、それじゃあどうしたらいいんだ。地区の基本は敵に車線を通し続けることってね。スコルピオンは砲塔が回るんだし、トップティアなわけだし、ペラペラな中戦車って割り切って、私と一緒に南をプッシュするなんていかがです？いつも後方にいるから、そういう動き苦手なんだよな。その苦手ってのはやったことないからっていう経験不足なだけなわけだし、トライアンドエラー、やってみましょうぜ。自分なんて2位に教わってる時は基本トライアンドエラーすからね。失敗したら2位がカバーしてくれるでしょうし、レッツゴーっすね。ってことでレオは一発撃ったぜ。頼んだ山田さん。これでワンパン圏内ですね。ナイスナイス、いい感じだね。高火力で押す、これぞティアトップ運用だぜ。超体力っすね。いやでもやっぱレオの10センチは重いわ。もう一両。火力的には低めだね。山田さんの方が体力あるし、代わりに前に出てくれるかな。え、自分駆逐戦車ですよ。いや関係ないって、走行的には私も山田さんも大して変わらないし、体力ある方が前に出て、車両数が減ることを避けて戦う。ヘルス管理、正体の基本っすよ山田さん。なるほど。いつの間にかキノコの方が仕切れるようになってしまっている。キノコは失敗を恐れない、練習熱心なやつだからな。一生を持ったってことっすね。あざすあざす。さて、いい加減自分は体力を温存しないといけなくなってきたな。山田さんがベンツパンターを抑えてくれているなら、こっちのモノホンパンターを。くらえ。あれ、2位の弾が消えちまいましたね。悔しい。今のは入れておきたかったのだが、あんまりもたもたしてても仕方ないな。ええや、あれ？地形に泣かされたわい。そう。なんかこう、サラディンよりこっちの車両の方が火力出て楽しそうだなって思ってたんだけど、個人的にはサラディンの方が好きなんだよね。自分もそいつはちょっと乗り心地が悪かったっす。この車両、特に車体後方が出っ張ってるせいで、後ろ向きは深く制限がかかったり、ちょっと深くがね、サラディンより取りにくい場面ってのがあって、なんかまだ自分に合わないんだよね。単に登場回数少ないだけだろうけど。よし、ベンツパンターさようならだ。いかん、パンターに弾かれた。ダメですよ山田さん、舐めてオートエイムなんてしちゃ。ま、なんでじゃあ。もう、チャンスは逃さないでくださいよ、山田さーん。確かに自分も2発外したけど、その距離ならしっかり油断せず貫通させないと。って言ってる2位もオートエイムじゃねえっすか。私の場合はほら、T34-1 君に取られる前に倒したくてさ。取られてますけどね。ダメージしたブレのせいだ。まあ自分も同じことしたでしょうけど。にしても惜しい人を亡くしたわい。ちゃっかり爆散止めですよね。山田さん、本家爆散止めが見えたってことで、縁起物ってことにしておこう。にしても2位外しすぎじゃねえっすか。今の場面もほら、キル欲しさに慌てすぎた。じゃさっきの2回は調子に乗って
てた。もうすね。まああとは詰めてって、中線車線上の裏を取るだけだからさ。確かに、かなりスピーディーに南を落とせたのは良きっすね。あとはこの辺に、やっとパンターがいたな。あ、いたいた。え、今のが当たるんすか？だからサラディンほどじゃないけど、走り打ちとか飛び出し打ち、当てやすい車両なんよ。それでさっきの2回は飛び出し打ちを慢心したんすね。あの距離なら当たると思って舐めてたけど、まだこの車両との連動が足りなかったわ。紅茶を飲んで出直してきてくだせー。この前のロマン砲はバシバシ当たったのにな。まああとは UDES-03 に警戒しつつ、敵の重戦車の裏を取るだけ。都合よく味方の重戦車隊が停滞してくれているから、もう少しはダメージが稼げそうだな。それが兄の最後の言葉だった。演技でもない。む、バレただと？おっ、偵察駆逐でもいたか。まあ撃たれなかったからよし。重戦車サイドを狙っている駆逐戦車か何かの、双眼鏡に引っかかったのかな。一応スポットを切りつつの前進。でもここら辺に車線が通されていそうな。あ、あの UDS にバレたのか。それなら車線は通されていないな。お、自走砲。そうおい。よし、単発火力が高いのは助かるねー。ちなみにほぼフル禁断運用をしているけど、これは APCR の弾速欲しさに乗せています。クレジットに余裕あるから問題なし。なりきんですねー。お前も同じことするだろ。余裕でやってる。あれも車線通ってるな。よしよし。ちなみにこういう時車線が通っているかってのは、ざっくりマップを見ながら判断しています。障害物はないかなとか、入車角いけるかなって感じで。こういう撃車両は、マップだけを常に見て立ち回りますよね。敵に絞る時とか、実際に車線通ってるかって照らし合わせる時くらいしか、スナイパーモードで敵を見ることがないなって感じですね。私とキノコは。それが重戦車に乗ると、どこ抜けるかなってスナイパーモードする方が多くなるんで、遊撃がメインだった自分には、重戦車がなかなか乗り慣れなかった理由だったりしますね。車線通らなきゃ通るとこまで動く、遊撃はこれがメインだからね。私はそういう立ち回りが好きだね。自分も同じっすね。その点こういう車両はじゃんじゃん動き回れるから、楽しいよねー。まだ乗り慣れていないけど。兄に同じっすね。私も前線に出る練習しないとか。戦闘結果です。1バッジをゲット。まあ、ピアトップっていうのと、小体力でゴリ押して、戦線をこじ開けた脳筋試合でしたね。ベルリンは停滞しやすいこともあって、結構こういう展開になりがちかなぁと。そしてこの車両。火力も機動力も指向精度もあって楽しい車両なんだけど、まだまだ自分は乗りこなせていなかったりします。通常ツリーのサラディンに乗り慣れてしまったからか、それとも隠蔽率を使った運用が好みだからかもしれませんが、この車両に乗っていると敵から視認される距離を見誤ってバレてしまったり、下手に詰めすぎて逃げ遅れたり装填が遅くてもたつくこともあったり、まあサラディンとは似てても違う車両なんだなって痛感している私ですね。徐々に慣れていきたいと思います。そんなサラディンの試合は、過去動画をお探しくださいませということで、最後はおなじみ風景画対決でございます。今回のお題はエッフェル塔ってことで、自分と2位、どちらの風景画が気に入ったか、コメントをくださいませっすね。以上でございます。まったねよければ2位の T1 スタイルズのチャンネル登録と高評価のポチをお待ちしております。それから自分の動画チャンネルマッシュの部屋でもゲーム実況を始めたのでぜひ遊びに来てください。以上 T1 スタイルズの妹マッシュルームでした。
男がやってくる。